皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。シャインマスカット、定植5年目内の6月26日の様子になります。はい、現在の様子はこんな感じですね。はい。先日見直し摘粒を終えました。その後もですね、実の方がどんどん肥大しています。おっと。はい、こんな感じでかなり実が大きくなってますね。ですね、こちらが1回目のジベレニ処理を最初にやった方、そして4日後に行った方がこちらです。たった4日ですが、随分差が出てますね。よしっと。こちらは下水成形の時からご紹介している房ですね。こんな感じでちょっと 700g を狙って房作りをしてみましたが、ちょっとね、まだ成長が遅いです。どこまで太ってくれるのか気になるところですね。あとこちらは摘粒の時に紹介した房かな。はい。現状こんな感じです。だいぶ実が太ってますね。はい、こんな感じですね。で、こちらはピオーネですが、ピオーネの方もね、だいぶパンパンです。うん、いい感じ。こちらも摘粒は終えています。そしてこちらは、フルメットを使わずに、ジベレリンのみで作った房ですね。こちらはフルメットありです。こうやって見てみると、エクボが発生しているのがフルメットを使った房で、こちらのジベレリン処理のみの房っていうのは、エクボは発生せずに肥大してますね。はい、というわけでですね、満開から約1ヶ月を迎えようとしているシャインマスカットはこんな感じになっています。今年のジベレリン1回目の処理はですね、5月の27日、そして4日遅れで5月の31日に行いました。というわけでね、もうそろそろね、摘粒や摘心、副梢管理などはもう行わない方がいい期間に入りつつあります。というわけでですね、明日袋掛けを行おうと考えています。ですので今から袋掛け前、最後の防除をやっていこうと思います。はい、それじゃあ防除の方やっていこうと思います。はい、それではブドウの袋掛け前、最後の防除を行っていこうと思います。今回使うのはこちらですね。オンリーワンフロアブル殺菌剤です。こちらはですね、去年、おととしと、ブドウの袋掛け直前に使っている殺菌剤です。2年連続使ってみましたが、どちらもですね、薬害の方は起こしていませんので、今年もこちらを使っていこうと思います。そしてこのオンリーワンフロアブルなんですけども、適用の方は、オソグサレ病、黒糖病、サビ病、ステン病、白腐れ病、灰色カビ病、活斑病、うどんこ病ということでね、ブドウに関してはかなり広範囲の病気に効く殺菌剤になってます。やっぱりね、一番いいのは溶化菌使っても薬害を起こしにくいというところだと思います。あと、私がこのオンリーワンフロアブルを使うきっかけとなったのが、このステン病ですね。ブドウの果実の方にですね、黒い点々が出てしまう病気なんですけども、こちらがですね、収穫直前になると、シャインマスカットの方に起きていました。一番最初に収穫した時に。それ以降ですね、このオンリーワンフロアブルというのを使ってます。去年も袋掛けの直前に使いましたが、ステン病の方はそれで防げていました。
で、もう一つね、特筆すべきは、オンリーワンフロアブルはこの灰色カビ病に強いと言われているそうです。このオンリーワンフロアブルをね、散布してから袋掛けしたブドウっていうのはですね、その後、3ヶ月、4ヶ月経っても、この灰色カビ病が発生しにくいというデータがあるそうです。まあそういった点も含めて、ブドウの袋掛け直前に使う殺菌剤としてはいいのかなと思って使っている形ですね。そしてもう一つこちら、フルーツセーバーですね。このフルーツセーバーもですね、先日使ってみましたが、ブドウの葉かき、ブドウの実が小豆大になった以降に使っても、特に薬害は発生しませんでした。こちらもですね、ブドウの適用の方を見てみると、灰色カビ、黒糖、おそぐされ、サビ病、うどんこ病、かっぱん病ということでね、こうやって比較してみると、オンリーワンフロアブルとかなりね、適用は近いものがあるかなと思います。うちの場合ではですね、ブドウやブルーベリーの方にどうしてもステン病が出てしまうんで、このオンリーワンフロアブルを袋掛けの前に使っています。そしてオンリーワンフロアブルの利用方法ですが、希釈倍数は2000倍と、そして 10R に対して200リットルから700リットル使ってくださいと、そして使用時期ですが前日まで使って OK ですよと、年3回まで使えますということですね。ですから今回もね、2000倍の希釈で散布しようと思います。今回はですね、こちらオンリーワンフロアブル単用で散布します。粘着剤も特に使いません。はい、それじゃあ薬液の方を作っていこうと思います。はい、それでは散布液の方を作っていこうと思いますが、オンリーワンフロアブルは2000倍希釈です。今回はね、8リットル散布液作ろうと思いますので、8000を2000で割ると4ミリリットルですね。オンリーワンフロアブルを4ミリリットルこちらに入れて攪拌するだけですね。よしっと。ちなみに視聴者さんから質問があったんですけども、私が使っているこちらの注射器ですね、 0.5ミリリットル 単位で測れるものですが、こちらダイソーさんで売ってます。こんな感じでね、分解洗浄できるんで便利で使ってます。こんな感じでスポイトの方はね、何個かストックして置いてあります。はい、じゃあこちら 4ml 計測します。まあ、こんな感じの白濁液ですので、はい、2ml を2回ですね。はい、それでは最後によく攪拌します。やっと。こんな感じで攪拌してもそこまで色はつかないというか、半透明な白い液体という感じですね。それではこちらをシャインマスカット袋掛けの前日の薬剤散布ということで散布していこうと思います。散布の様子は動画に撮りませんが、散布後の様子、動画に撮って締めたいと思います。それでは、オンリーワンフロアブルの散布、行っていきます。はい、シャインマスカットに袋掛け前の防除ということで、オンリーワンフロアブルを散布してから1時間ほど経過しました。こんな感じで、ほぼほぼ乾いている房もありますね。し
かし中にはこういう形で三富の間に散布液がとどまっているものがありますね。こういうものは軽く振ってあげると、こんな形で、去年はですね、陽火器に薬害を出してしまいましたから、この時期の薬剤散布後はちゃんと見回るようにしています。でですね、こういうあまりにも三富の間の薬液がね、溜まってるようなとこはね、こういう形で普通にティッシュとかキッチンペーパーでね、スッとやってあげれば、こんな感じで吸い取ることができますね。こうやってね、身を振って落とすのもいいんですけど、この時期になるとですね、結構もう身が肥大してるんで、あまり強引にやるとね、身同士がぶつかって傷になったりします。去年ね、こうやって振ってる間に、ね、一個水軸が折れたものがありました。まあそれはちょっと悲しいんでね、軽く振って、まあこういう身の間に溜まってる薬液はね、ティッシュなどで拭き取ってあげるといいかなと思います。おそらくオンリーワンフロアブルの方はですね、このまま置いても薬害はそうそう起きないとは思うんですけども、この時期はね、ちょっとデリケートなんでね、なんとも言えんです。去年はですね、こういう三富の間に溜まったものもありましたけども、翌日には白い粉みたいになってね、乾いてました。一応明日袋掛けをする予定ですが、ちょっと袋掛けはですね、ちゃんと身が乾いた状態で行わないと、むしろね、袋掛けをしたことで病気が発生したりします。特にね、このうどんこ病とかはですね、身が乾いてない状態、房が乾いてない状態でやると発生しやすいそうなんで、明日までに風が吹いて乾いてくれるといいなぁと思います。ちょっと暗いですけど、ピオーネの方もね、こんな状態です。よっと、この房いいですね。かなりピオーネっぽいというか、パンパンに太ってきてます。ギリギリですけどね、ギリギリこのまま適流せずに太ってくれないかなと思っているところです。もしかしたら最終的に割れるかもしれませんが、ちょっと今年はギリギリのパンパンを狙ってみたいと思ってます。はい、この辺りはね、一番最後に散布したところですが、やっぱりまだ濡れてますね。こういうところはもうちょっと薬液を振り落として、ちょっと拭き取ってあげようかなと思います。はい、それでは今日はこのくらいで。いつも動画を最後までご覧いただきありがとうございます。次回は袋掛けの様子を動画に撮れればなと思ってますので、そちらもまたよろしかったらご覧ください。はい、それでは今日はこのくらいで。いつも最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。